こんにちは、ま、さにです。今回は現役病院薬剤師が語るブラック中小病院のリアルな現状第5話挨拶を返さないゴミクズについてお話ししていきたいかなと思います、はいまあ、タイトルのまんまなんですけど挨拶を返さないゴミクズ本当にゴミクズだよなと思いますねあの、まあ、基本的に 別に外だったら別に挨拶返さなくてもいいしもうどうでもいいんですけどこっちも挨拶、まあ、知ってる人だと挨拶普通にするけどいつもしないやつが通って目合わなかったら別に挨拶しないしって思うけどまあただ見かけたら挨拶するけどあの個人は、まあ、ただ仕事場で挨拶したら挨拶をしてくださいっていう そういったあの、まあ、病院内のあれがあって,なんて社訓ではないけど挨拶をしましょう、まあ、職場の人間にも挨拶するし、まあ、あと患者さんにも挨拶するしっていうそういったことを挙げているのにもかかわらず挨拶こっちからして向こうが挨拶しないでっていうのがあるんですけど、まあ、全員じゃないあの特定な人物本当にゴミクーズだと思うよね マジであのー、なんだろうね多分何も知らないそしてそういった挨拶をしなければならない挨拶しなかったら何されてもしょうがないっていう方であるならば本当にボゴボゴにしてるけどね <laughs> ちょっと調子乗ってたようお前みたいな, <laughs> なんだろう自分がやられて嫌なことは やらないように、個人的にはしてるんですけど。あのー。まあ、人としてっていうところですね。人として、挨拶されたら、挨拶返すのって、なんだろう普通じゃねっていう。朝、起きて顔を洗うの普通のように、挨拶されたら、まあ、挨拶で返すっていうのは普通。じゃない、で、あのー、個人的には思ってるんですけど、違うのかな。 「おはようございます」って言ったら「おはようございます」ってまあ形式的になっちゃうかもしれないけれどまあそういうことを続けることって大事なことなんじゃないかなって思うんですけどそれを分かってないゴミくずな無能なチ違いみたいなやつがいるんですけどあのまあどうでもいいんですけどそういう人間なんだって思えばただあの同じような態度をこっちがするとその 人人と同じよううななな間になってしまうから嫌なので毎回、あのー、職場の人間が取ったらまあ挨拶するっていうのは徹底してやってるんですけどまあね、まあ、ただあのなんつうの「おはようございます」って言わなくても頭をこくんみたいな首をか,か,しるかしぎるじゃないなあの首を折るみたいなそんな「うんうんうん」みたいな。 そんな感じをしてくれれば全然いいんだけど何もしないっていうのが本当にふざけんなよって思いますね、うん、なんか一日がそのことだけで悪くなってしまうっていうねなんかマイナスオーラというかエネルギーみたいなのが充満してるんでそういったマイナスエネルギーのところにまあ行きたくないし触れたくないなってすごい思うんで、うん、そんなに挨拶やだったら やめればいいのにって思いました。はいということで今回は現役病院薬剤師が語るブラック中小病院のリアルな現状第5話挨拶を返さないゴミクズについてお話ししてきました。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。 また引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。